はい、ありがとうございます。ます。はい。前回の確認というか、読んだとこのことを、今また考え始めてるんですけれども、多分、前回、今回から読むところに、一つ一つのエレメントを得てることが、細かく出てきているようなので、前回のところは、大雑把に捉えておいていいかなという気はしてるんですけども、今私がちょっと、今見直してたら31ページのところに濃縮と精妙のことは書いてありました。31ページ。31ページ。ちょっとじゃあ読んでみます。少し戻って。じゃあ31ページ読んでみると、ちょっとじゃあ、5全部読行、むか？6行目ぐらいから、それは熱エーテそう。ル、光エーテル、音ないし化学エーテル、そして生命エーテルであり、この順序でエレメントに割り当てられています。エレメントの順序を考察しますと、ますます濃縮が進んでいることがわかります。だから、エレメントっていうのは、火、空気、水、地という言い方でいいのかな？ですよね。それでどんどん濃縮していると。それに対して、エーテルはますます精妙さが増していることを示しています。エレメントとエーテルは、陽と陰、あるいはプラスとマイナスのように、総じて対極のように振る舞います。エレメントを陽として、エーテルを陰として表すことが慣例でした。そうですね。ここら辺のことが、表としてまとまったのが、38ページであり、プラスとマイナスも入れて書いてあるのは、その38ページであり、32の図表の2も、物理力という形で書いてあるから、そうですね。物理力も第入っ1、第2、第3ってなって、で、それが、47に、エレメントという言葉がなくなって、エーテルと同じことが書いてあるんですね。このちょっと前に三位一体みたいな形で書いてあるところが、どこだったかな。45ページのところに、エーテルと四大エレメントの、接合で、それを通して三位一体的な世界像が生じます。で、宇宙諸力と、上位の宇宙諸力と、下位の物理諸力と、その間にあるエレメントっていうことで、もう一度表しているのが、その47ページの図だと思うんですよね。こういう、そんなとこで、どうでしょうかね。今、昨日、前回までの。で、48ページのところに、エレメントは、2つの側に向けて、つまり、上位と下位の諸力に向けて開かれています。という前にごめんなさい。エレメントの現象の大部分は、訓練と人生を通して認識されますということをちょっと抑えておいた上で、で、その上と下の諸力に向けて開かれて、エレメントは開かれていますと。いうことで、
これか。あとは、その下の方に対立ということが書いてありますね。対立、エレメントとエーテルの対立。というのも、エーテルは力であり、エレメントは状態性状だから。だから、物理力も現実的所力、エーテルへの対立の所力。それらを思考の道の上で見出すことができるでしょう。ということで、今日からは、その3つの要素が、どんなふうにこう、成り立っているのかというか、まあ、対立しているのかっていうことを思考の力で、見ていこうというところ、が今後の課題なんじゃないかなと思います。ただ、エレメントの現象に関しては訓練と人生を通して認識。で、それらの3つのエレメント、エーテル、物理力に関しては思考の力で、見出すという流れで、この先の勉強できたらいいなと思います。OK。ということで、先に進んでも大丈夫でしょうはい、お願いします。じゃあ、今日は5の1、光、エーテル、空気、エレメント、濃縮力という、2、3、4、5、6ページ、まとめのところまで読めたらいいかなと思うんですけど、はい、読んでいきます。途中で変わってもらうかもしれません。はい。5の1、光、エーテル、空気、エレメント、濃縮力。その固有の本質における光は、未だエーテルとは幾分異なったものです。それは霊魂的実体であり、従って非空間的なものであり、空間的世界において作用するためにエーテルを用います。光はエーテルを、この周、ごめんなさい、周辺的宇宙力をその中に浸透していくことによって、光エーテルにします。光エーテルにします。私たちの空間的、感覚的な世界に対して、光は光エーテルを通して現れます。同様に物理的、地上的濃縮力の背後には、その力を通して現れる霊的本性が立っています。闇です。こうして私たちは光と闇の対立を持ちます。ゲーテはエーテル的なものをまだ知りませんでした。彼にとって光と闇は、自然の中に作用する霊的本性でした。エーテルの認識と世界の三分節はゲーテを超える第一歩です。私たち人間は空気と光と闇の中に生きています。全く日常的な経験の中で三つの共同作用を描写してみましょう。私たちが例えば真っ暗な窓のない部屋の中に入っていくとします。私たちは部屋の中にあるものを何も知覚できません。さて、光が灯され、部屋が明るくなり、そして光は部屋の境界とその中にあるものを見えるようにします。それはどのように起きたのでしょうか。天井のランプが光を放射する光源へと変化しました。光は闇を押し戻し、明るい光の空間を文字通り光、色彩洞穴を想像したのです。光によって想像される色彩洞穴でいいのかな、の中で
目覚めながら私たちはいつも生きているということが大抵の場合明らかになっていません。色彩洞穴は完全に塞がれていて、私たちは決してそこから逃げ去ることができません。私たちが部屋から外に出ていけば、光の洞穴は青い天にまでただ広がるだけです。常に私たちは光のおかげで光が作った明るい空間の中にいます。宇宙飛行士たちが地球を後にしたとしても、彼らは光、色彩洞穴によって周りを閉じ込められています。光は宇宙空間を創造し、その中に私たちはすべての他の本性や現れとともにいることがわかります。進化における最初の光の出現とともに空間も生じました。シュタイナーによりますと、光は古太陽系に生じ、光とともに空間が現れたのです。光が宇宙周辺を創造することを通して、容器としての空間が与えられました。総合幾何学の無限円、平面は関連的な光現象です。無限円平面には内側だけが存在し、外側は存在しません。光はすべてに光、色彩の覆いをあてがいながら、あらゆる場所で空間を限界づけました。光は至るところで空間の限界を作ることを通して、識別可能にすることによって見えるようにします。しかしそれを通して、光は同時に空間を2つの領域に分離します。光は物体の表面として現れます。表面において光と闇は接触し、それを通して色彩が生じます。ゲーテは正当にも色彩的反証に沿って世界があると言います。物理学は光は表面によって反射されると表現します。光は表面を越えて侵入しません。表面の下には何があるのでしょうか。光のない闇です。表面は光と闇を区切ります。光は闇を表面の下にまで押し戻します。裏面という概念が構築できます。それもまた空間の境界ですが、暗く光のない空間です。闇は単なる光の不在ではありません。それは光のない空間と光の覆いの裏面にまで満たしているものです。直感にとって闇は素材性と同一です。人は自分自身を見つめます。光は私たちの皮膚にまで押し進みます。光はそこで止まり、光はないが素材に満たされた私たちの体が埋め尽くしている空間を開けておきます。さまざまな事実から陰と陽のように互いに関係し合っている開けておかれた空間と満たされた空間という2つの種類、2種類の空間状態を区別することは自然な考えです。どうしよう。1ページずつ読みますか。お願いしていいですか。はい。光空間と闇空間の間の境界としての事物の色彩表面という事実は、しばしば誤解されるさらなる概念の明確化に、すなわち質量概念に導きます。質量は空間重点に対する概念であり、実際な光と闇の間の表面形成に関わっています。空間的に高まっているという性質以外には、何ら特別なものを質量は意味しません。質量は空間を満たすものであり、それぞれの空間に従って、陽と陰の質量を区別することができます。質量は
濃縮された光であるは、オカルト的科学の証言であり、私たちのこれまでの現象論的考察を通して、ほぼ納得することができます。空間への光の関係をさらに観察しますと、光は常に一つの光源、一つの中心から出発し、一つの周辺へと放射し、これは放射することがわかります。それが光の本性です。源と周囲、光は闇に対抗して作用する力です。それは直線的に、放射的にまっすぐに作用します。光は角を回って輝くことができません。光源と色彩表面における光限界は直線的に一次元的に結合されています。光の力は一つの中心から放射されて、光空間の色彩的限界である一つの表面で静止に至るということができるでしょう。この説明を有効なものとみなしますと、一つの困難が生じます。宇宙力としての光エーテルは、無限遠平面から、すなわち周辺から中心に向かって作用する力です。上で蒸気された光は、ランプの光源から、したがって中心から周辺に向けて、すなわち宇宙力とは逆に放射します。この矛盾は、周辺的光エーテルは、現象に至るためには、一つの受け取り手、ないしは担い手を必要とするということを考慮すると、溶解します。ランプ、ないしはろうそくの炎、あるいは電球の灼熱する針金の光源においては、光エーテルの受け取り手が必要とする前提が存在しているということがわかるはずです。光エーテルが現れることができるためには、光源の中にエレメント的条件が現存していなければなりません。一本のマッチ棒がどこででも発火することができるということは、光エーテルが至るところに現存していることを示しています。あらゆる地上的光源が光エーテルの受け取り手であり、そして光エーテルの作用方向が、その現源泉、周辺、無限遠平面を目指しているということが明確にされねばなりません。光の放射的で直線的な性格と対極的に、空気は方向性がなく、カオスです。適切にもガスという言葉はカオスという言葉から生じました。空気はくっつきながら空間を満たしつつ、事物の間に現れます。空気はそれ自身くっつき合います。そのことは特にそれを薄めようとするとき、すると明らかになります。このバラバラにならずにまとまろうとする性格に、こうして完全な真空を、それは一つの穴、空気の遮断です。作り出すことはほとんど不可能です。空気の特性的な性質は弾力性です。それは引き伸ばしたり圧縮したりすることができます。それゆえ、光エーテルは広げ、伸ばし、薄める力であり、対極的な物理力は濃縮し、集中させる力でなければなりません。弾力の対極は脆さです。光は脆く、そのことによって分解可能です。私が一本の棒で空気を打ちつけますと、空気はそれを避け、その後ろで再び一緒になって流れます。私が一本の棒を光源、例えばろうそくの前にかざしますと、棒は光を分離し、光はもはや一つにはならずに、裂かれて直線的に放射されていきます。光は裂くことができ分解可能です。光学はこの特性を認識し利用します。空気のもう一つの根本的特性は張力です。ある程度張力なしの空気は存在しません。
張力は内的作用であり、一体性を作り出し、保持します。それと反対の現象を光は示します。すべてが大なり小なり、外的作用であり、外へと向かいます。一つの光源、一つのろうそくの炎を取り上げましょう。光源が結び合わせるものは本質的ではなく、光源が自分から切り離し、引き渡し、周辺へと放射していくものが本質的です。張力は、更新や低下は、光の強度の大小と対応します。それは大きな、あるいは小さな光空間です。はい、このぐらいで変えましょうか。うん、空気の張力に圧力が起因しています。その中に周辺から内へと中心へと向かう濃縮や集中の力が姿を現します。外へと広がる光が空間を照らし発生させるように、集中させ濃密にする物理的な対極力は闇に起因しています。濃密さと闇は私たちが質量、質量と呼んでいるものの標識です。地球の大気の空気的覆いの中に、この濃密にする力が作用し、地球を外から内に圧縮する大気圧として現れます。圧することの反対は吸うことです。物理処力とエーテル処力の間に対極が存在するとしますと、光は吸うように作用します。そうでしょうか？そうです。それに属する諸現象を認識しさえすればよいのです。周辺、地平線は、それが力を近かろうと遠かろうと、私たちの眼差しを引きつけます。開かれた目で何も見ないようにしてください。そうすると、眼差しを空虚に保つために費やさねばならない力に気づくことでしょう。そうしなければ、光が眼差しを引き取り、周辺へと、物の周辺へと引き寄せるからです。今日見ることは、光線が目の中に侵入してくることを通して説明されています。しかし、侵入しつつ、光は意識を周辺へと、空間へと引き出すのです。同じように光は、ジャガイモの目を暗い地下室から明るさに向けて引き出し、花を太陽に向け、その後を追って回転させます。この特別な効実性以上に、全植物界は社交性を示します。それは正しく理解されねばなりません。空気はあらゆる側に、急進的に地球を圧します。光エーテルにはあらゆる方向に周辺へと地球を吸い込みます。植物成長の中で、この事実は見えるようになります。植物はあらゆる方向に地球から離れ、地上天球へと向かうように努めます。地球の両側にあるもみの木々を取り上げ、それらを描いてみましょう。それらは周辺に向かう主力の真の作用を示しています。それらは空気の圧する力に比べると吸うものです。それらの根底に光エーテルの作用が横たわっています。空気エレメントの張力と圧力の内へと向かう傾向の中に、中心点から作用しながら集中させ、濃縮する物理力が現れます。放射と吸収は、境界設定と同様、光の周辺への展開への結びつきを示します。光エーテルは空間を生み出す能動的な実体です。空気は受動的に空間を満たし、中心から作用し、集中させ、濃縮させる物理力を通してまとめられています。光エーテルは無機的で、物理的にのみ作用するのではなく、有機的なもの、生きているものの中でも作用します。それは成長の根底にあります。成長は伸長、容量の増大、空間的になることです。木の高さ、蛇の長さ、メロンの容量、人間の大きさは光エーテルの働きの有機体における
表現です。まとめ。この思考的思考過程は、光エーテルの感覚的現象における一時的な特徴づけを生み出します。光エーテルは無機的なものにおいては、放射し明るくし、吸引しつつ現れ、表面を互いに区別し、限界空間を生み出しながら見えるようにします。光エーテルは関係を生み出し、それによって空間を生み出します。簡単に表現しますと、光エーテルは空間する。有機体の中で光エーテルは成長力として、生き物の空間性をもたらします。その反対に、点から作用し、濃縮し、互いに引き寄せ、あるいは集中させる中心、簡潔に濃縮力と呼ばれるものが立っています。そして双方の力が一緒に空気エレメントの諸特性の中で、例えば最も特徴的には断熱の特性に現れます。はい、ありがとうございます。Reading about the、light element. Light element. And dark. Darkness. Darkness and then air element. And then concentrate. Yeah, daily.Mm. Seeing the colored surface. いかがでしょうか?いきなりあれですね。第二物理力の光エーテルと空気のところがトピックスになっていて、次に音エレメントが来てるんですよね。で、5の1、今読んだわけですけど、5の2が音エーテルと水のエレメント、5の3が生命エーテルと地のエレメント、で、第5の4に熱エレメントと火のエレメントっていうふうに並んでいるんですよね。まあ、意味があってこうなってるんだと思うんで、読み進みながら考えていけたらと思うんですけど、光、この文章を読んでると、なんだか、今まで、まあ、光というものは、私たちは体験してるので、あ、そうだよね、そうだよね。で、空気も、あ、そういうふうに考えればそうだよねっていうふうな、割合理解しやすいんじゃないのかなと思うんですけど、個々の説明の中でわかんないところもあるとは思うんですけど、現象としては理解できやすいじゃないのかなと思うんですけど、うん、どこか、ここ考えたいというところがあったら言ってみてください。もしくは、こう、なんか感じたことでもいいんですけど。この色彩凍結っていうのはちょっとどんなことを意味しているのかなっていう、49ページのところに出てくるんですけど。色彩、これ、光が、まあ、真っ暗な部屋にいて、光が当たるとそこが空間ができるっていうような話がありましたよね。うん、そんなイメージでいる、そこがその穴が
闇の中から穴が開いたみたいな、そんな感じかなと思っていたんですけどね。光が当たったとこがこう見える、見えるところが光洞、色彩洞穴っていう。想像される色彩洞穴か、光によって想像される色彩洞穴。その光が当たったところには空間ができて、色も見えるわけですよね。この前にそんな説明がなかったっけ？明るい光の空間は文字通り光、色彩洞穴を想像したのです。光は闇を押し戻しっていう表現も面白いですね。闇を押し戻しっていうか。だから、元が闇だったっていう前提で、だから、土星期に起こったっていうことは、本当にそれだ、そうだったんだと、本当にっていうか、その、まずは暗闇しかなかったわけですよね。何もなかったわけで、もう、私たち動物、その土星期に熱が発生したときに暗闇だったんですけど、光もなくてね、光もなくて、ただ熱が、暗闇の中で熱が できた。でもうその時にもう私たちは存在はしていたんですよ。だから漂ってたというか、どうなったのかよくうまく説明できないけど、わかんないけれど、その体験を、まあ、思い出してみてじゃないんですけれど、全くの暗闇で空間もなければ時間もなければ光、もちろん光もない、光と空間は一緒に発生したので、その中で、まあ、あの熱が起こってそれが光が発せられた瞬間にそこに空間が生まれたっていう体験からこういう言い方になっているのかなって思うんですよね。それを分かりやすくその真っ暗な部屋に入ってみたいな言い方をして、あのもっと具体的にしてはいるんですけど、で、そうなってきたら、その、ね、部屋の中になんか、机があったりとか、そこにある机の色が分かったりとか、色彩も生まれてきていると。例えの方にちょっと引っ張られたのね、あの最初の部屋のね、自分たちがいつもこう、光の、こうパッと電気つければ全部見えちゃうみたいな。だから洞穴っていうのはどういう。でも本当に真っ暗闇の中で、ポッとね、光が差した場合、そこだけが本当に、そのように、ことこだけにスポットライトが当たってるような状態で、こう、そこに何があるのか、何がうごめいてるのかとか見えるっていう、でそういうのが色彩洞穴っていうか。はい。じゃないですか。そういうのが、やっとちょっとイメージできました。なんか。Something that has a shadow. Matter has could be anything that has a shadow. Because it has behind it is a big dark spot from the light. We're talking about the, at the very beginning that said, he said, have the certain hole for the Japanese, I don't know English saying, but if the light happens and then the darkness is make the certain hole, the space shadow. Of a hole. Shadow is a darkness, right? But the light make the certain space. Fill the space. That's good.
レンは今、その影があるよねって、光の反対に影がある。まあ、闇、ダークネス、シャドウ。Air and light and in darkness shadow, the very beside me. お、光は太陽気に生じました。だから土星気にはなかったんですよね。うん、あの次のページ、50ページの方を見てるんですけど。うんうん、光と闇のこの表現がすごい面白いなと思うのは、光の、なんだっけ。You got 3 minutes left? あ、本当だ。もう 2分40秒経ってる。やば、また突然に止まんない。シャットダウンしたいよ。Want to say something?Really interesting for the light and then darkness. Light is going through. First one, we're talking about later. Later. I know, but light is the first one. But I want to understand more, you know, together. So. 僕なんか、あの、一つ一つ多分、あの、エレメントこれから進んでいくと思うんですけど、まずはちょっと光に今集中して、光というかここの文章にちょっと集中して、こう、体験したいなと思うんで、あの、私が感じたところ、まあ、それなりにいろいろあるんですけど、光は表面を越えて侵入し、で表面の下には何があるのか、光のない闇ですっていうのがありますよね。でも、光は表面の下にまで押し戻します。闇を表面の下まで押し戻します。さっきね、あの、かよさんが言ってたようなことですよね。空間の境界。で、ただ闇は単なる光の不在ではありません。それは、ここら辺がちょっと僕は光のない空間を、光の覆いの裏面にまで満たしているものです。裏面を満たしているのは闇なんだっていうことですね。光の覆いの裏面を満たしている。で、直感にとって闇は素材性と同一です。つまり人間の体が素材、光のない素材に満たされたっていうところが出てきているので、それも面白いなと思ったんですよね。あと1分未満になりました。何か言い残したいこと、言い残したいこと。Less than one minute. 質量概念っていうのが出てきますね、その後にね。ここら辺も今言った。